レントゲンを撮りました。そうすると呼吸器の部分がすごいちっちゃいですよね、うん、呼吸器機能というか要は肺炎とかねそういうことになってる可能性がある。だからお腹の中にはなんか塊がある、うん、塊がある、はい、白いそう結構大きいんです。でこれがですね、まあ、可能性絶対とは言いませんけど一番可能性が高いのは腫瘍、脳よ、まあその他エトセトラです、うん、で今からちょっと治療していきますけど治療とともにね今与えてるご飯このね赤い光をちょっとお腹に当てます。こう近赤外線っていうね、うん、赤い光をちょっと体に当てます、はい、でこれはですね血流を良くする、うん、人間の整形外科でよく使われるんだけど慢性疼痛首が痛いか知れない感じですね、うん、そういうところに当てて光が4センチ高まで入っていくんですからそれで血流を良くして炎症してるんですね、うん、からあと皮膚疾患怪我この辺とかね、うん、からもうこういうこの子みたいにね、この小学期も呼吸器の機能も落ちてたら体全体やってる、うん、でそれ以外に、がんの治療でね、うん、がんの治療これってね、基本的には人間も動物もそうなんだけどオペして取れるものか、取っちゃうか外科的なそう、外科的なものか、抗がん剤使うか、はい、あと放射線ですか。でも放射線はうちにはないし、うん、めちゃくちゃ高額です、うん、もしやれば50万から100万ぐらいかかる、うん、で。オペが実数と抗がん剤が一番いいんだけどちょっとこんな真っ白の子がオペの適用にはならないです。抗がん剤は肛門では局所的にあれば切り取るということができるけどそうそうなかなか開けなきゃいけない、ね、こんなお腹開けたら多分死んじゃいますよ、うん、この状態だとだからどれも適用にならないから、うん、それで温熱療法、うん、温めてやる、うん、温熱かけてやれるとねもし仮に腫瘍細胞だったら腫瘍細胞がアポトーシスを起こす。アポトーシスというのは腫瘍細胞が自殺するみたいな。で大きくなるのをちょっとでも抑える。そういうこともこの子の場合には考えてやる、はい、よくであとはそれしながらですねそんなにいろんな検査はできないから観察をしていただきたいんですよね。体重を測る、はい、これは台所で使うんで測りで毎日ね測ってください。それからあと環境この子がいつもいるところに、うん、の温度湿度をですね、うん、ヒーターをつけてないんですか。冬はつけて温度差が知りたいんで朝と昼と夜と何度で何パーセントぐらいなのか、うん、もうちょっと測ってあってください、はい、測れる日だけでいいです。それからあとは食欲まあ、今まで食べてるものコオロギって死んだ、まあ、クレートだから死んでますよね、うん、死んでます、まあ、ちょっとそのままで食べればいいけど食べなかったらちょっとつ潰してペースト状にしてあげるとか、ね、でも一番いいのはね、レオパフードなの、うん、そうですね、レオパフードは完全栄養素も近いから、うん、それをちょっと食べるかどうか、うん、で食べんかったらレオパフードを一つも潰してさ注射器出しますから、うん食べさせたり、ね、直接食べました。で、はい、直接だけです、うん、で、ライトつけてやる、はい、だから、まあ、元気ないですよね。元気があんまないです。元気がいいけど100と考えるとあんな真っ白だったら本当にないと思います、うん、30としてね、うん、だからうんちをしっこが今一応しました。ちょっと柔らかいの、うん、まあこれ朝晩チェックするけど1日1回でもいいです。チェックするのはね、はい、こういうのを観察しながら治療出します。はい、で、今からちょっと点滴して、はい、この中に点滴の中に心臓とか肝臓とか腎臓の機能を高める薬が貧血の薬抗生物質、うん、胃腸を動かす薬が消炎鎮痛を今から打ちます、うん、それからここに流動食用意したんで入れたら流動食を入れないと思います、うんうん、はいはい、すいません、ちょっと出して。